初ゲスト軽く聖書の説明をすると、高校生で単身イタリアロンドのセントマーチンを卒業してアイデオに入社、その後ミュンヘンのフロッグを経てドイツ大手メーカーのコーポレーションスタートアップの会社で今はデザインのリーダーシップみたいなことをしています。それからヤン・シャオミン君、広州市出身でロンドン、ロンドン大学のロンドンカレッジオブコミュニケーション卒業、在学中にインターンシップで IC4 に来て卒業後そのまま就職しました。じゃあ仕事編、はい、まあ、聖書の場合はロンドンの大学卒業したじゃん、はい、すぐロンドンで仕事しようっていう気にはならなかった？いや、したかったんですけども、うん、やっぱり仕事を探すのって結構最初の仕事は大変で、うん、で特に僕らのコースっていうのは技術を教えてもらってないんですよ。スケッチがうまいとか、まあ中にはいるんですけども、うん、多分他のプロダクトデザイン卒業した大学生に比べると、うん、全体的に見てスケッチがそんなにうまくなかったりとか、やっぱり使われる人ってそういうところから入って始める、即戦力、即戦力っていうのがあったので、うん、僕ら結構不利だったんですよ、その点で、うん、でまあフリーランスから始めて、で僕の多分、チューターかな、その当時の3年生の、まあ、担任の先生って言ったら分かりやすいと思うんですけど、のコネクションで1回プロジェクトをやったんですよ。でクライアントが日本のクライアントです、うん、でそこから始めて、でまあいろいろプロジェクト、違うプロジェクトとかやりだしたっていう、でアイデアも入るね、まあいろいろそういろいろあって、はい、大学の時にこんな会社に入りたいなって思ったアイデオに入ったってことですね。そう、まあ、ずっと入りたくて、うん、まあ、あっちのロンドン行った時も1回インタビュー、うん、まあ、面接ですか、うん、やってて、でその時はなんか、ロンドンのアイデオの調子が良くなくて、ハイアリングフリーズ、新しい人を雇えないっていう、うん、っていう方針でダメになったっていうのがあって、まあ、10年かかりました、うん、あ、そうなんだ、10年ぐらいかかりました、うん、最初サンフランシスコに行ったよね。そうですね、サンフランシスコで始めて、でそれで日本のクライアントプロジェクトで3週間サンフランシスコ、3週間東京っていうのを何回繰り返したか、6ヶ月ぐらい繰り返した。あ、そうなんじゃ。でアイデアはやっぱ給料よかった？まあそこそこですか。それサンフランシスコ基準でくれるんかな？いや、多分その時は日本円でも話してたと思うんですよ。どうなんですかね、他の会社で僕は仕事をしたことがないので、デザインコンサルで。具体的にはデザインコンサルって、まあ、どんなことをやるわけ？まあ、デザインコンサルっていうのは、まあ、クライアントが、まあ、こういう問題があって解決したいとか、今全然今までやってきたビジネスがどうにもこうにもいかないとかいう時に、一緒に僕らだけやるんじゃなくて、一緒にその会社の人たちと、まあ、こういう可能性もあるよねとか、例えば今のプロダクトがうまくいってなかったら、じゃあ何でうまくいってないかっていうのを一緒に掘り下げたりとかする。で、まあ、将来的にどうやってやったらいいかっていう。ただ僕らが丸投げでこうブリーフィングもらってやってそれを提出するのではなくて、一緒にやっていくっていうのはやっぱりコンサル。聖書がプロダクトデザインを勉強したわけじゃん。それってこう直結したの、アイデアの仕事と？結構直結しますね、うん、僕らのプロダクトデザインのコースがその 3D のいわゆるインダストリーデザインだけじゃなくて、うん、ブランディングとか、うん、もうすごいコンセプチュアルだったんですよ、うんうん、で今よくデザインシンキングって言われると思うんですけど、うん、それをデザインシンキングって言葉ない時にやってたことをやってる会社なので、うん、すごいつながりはありました。うーん、で一番有名なのが、うん、アップルのマウスをデザインしたので、筐体の方はフロッグがやったんですかね。そうですね、フロッグが最初昔コンピューターで結構グレーとか、うん、すごい濃いグレーだったんですよ、うん、それをちょっと白っぽい風にして、うん、全体的な、まあ、今で言ったらブランディングですよね、うんうんうん、格好でのブランディングっていうのを提唱したのが、うん、フロッグ、システム的なブランディングですね。2社目がフロッグなんね、僕が働いてたんです、うん、はい、フロッグとアイデオはやっとることは一緒なの、はい、基本的には似てます、うん、でカルチャーが違うっていうだけ、その会社の文化というか、カルチャーもまあ多少もちろん違うんですけれども、うん、まあ、一番の違いは多分フロックの方がテクノロジー強いのかなっていう印象もあります、うんうん、ドイツとか、まあ、アイデアとかで働く良さってなんかある、こう日本の企業にはない向こうの良さっていう、うん、日本の企業で働いてないので何とも言えないですけども、まあ、これは日本の企業だけに関わらずドイツの企業でも
あると思うんですけど、まあ、デザインコンサルタンシーってやっぱデザインが中心じゃないですか、うん、でやっぱ主役なんですよデザインが、うん、っていうのは居心地はいいですよ、やっぱり。うん、ちょっと待って理解できる？できるよね。ちょっと待ってよ。わかりにくいです。デザインなんていうの？デザインが中心じゃなかったら他に何があるっていう感じ。例えば、うん、その日本の、まあ、メーカーとか、うん、ドイツのメーカーで仕事すると、うん、デザインが中心じゃないわけですよ。例えば車作りますと、うん、車のデザインかっこいいのしますと、うん。でもエンジニアリングもある。はい、でエンジニアリングでいやそんなデザインされても。うんこのエンジン入らんよっていう時にじゃあどっちを力関係を重視しますかっていうのが出てくるわけよ。デザインって言ってもデザインのことは分からん人ばっかりなんですよ。デザインコンサルだったら大体デザインのことは分かってる人が会社におるわけで、うんうん、それがこう日本の会社のその歯車の一部じゃなくってプロジェクトを取りまとめるところに折れるってこと？いや多分日本 VS、うん海外ではなくて、うん、今多分その 会社の種類として、うん、コンサル VS 企業デザインって見えてないところも結構いっぱい考えがあったりとか、うん、そこで結構面白いことができたりとか、うん、人間の心理学だったりとかっていうのも含まれてるっていうのは、うん、やっぱりすごく影響を受け取って、うん、で多分そのスタジオビジット行ってなかったら僕多分全然違うデザインになっとったかもしれないですね今日。うーんだって私らとはまた違うデザインの考え方っていうか、うん、私らってなんかこう見える化していく方じゃん、はい、その清翔君の言うデザインっていうのと、はい、デザインっていう言葉の意味が違うなって思う時がよくあって、あ講義の意味でと、そう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 こうまあ、いろんなデザイナーがおるよなみたいな、うん、確かになんかこうなんて行動も含めてのデザインというか、そうですね、うんまあ、よくヒューマンセンターとデザインとかデザインシンキングって言葉があるんですけど、うんまあ、それはあのそこから発祥したので、うんうん、デザインシンキングってさ、うん、いつぐらいからその学問としてこう定着したことの認識されておったのは、うんまあ、多分その言葉が、うん、定義が生まれたのは、うん、僕学生した時にはなかったんですよ、うん、2006年から、うん、だけど多分2008、9ぐらい、うん、まあ新しいんだねじゃあもう、はい、あったんですよ、うん、その手法とかは多分ねあれねバウハウスの頃からね、まあ、似たようなことはやろうとはしとった。今でこそユーザーインターフェースとかユーザーエクスペリエンスって言うけど、デザイナーって、まあ、そういうとこもなんとなく考えてもの作るじゃん、うん、でもそれを定義して体系化したのがアイデオで、うん、でもみんなやってたこと、うん、もちろんやってないそのどっちかっていうとスタイルだけで売るデザイナーっていうのもあると思うんですけど、うん、そうじゃないところもあるんですよ。ミーはそうやって大学卒業して日本で働いてるわけだ。日本で働いとって生活することのいいとことか逆に苦労するところっていうのってどんなところ？いいのころは、うん、独立してインディペンデント、インディペンデント、うん、from parents、うん、When I was in university、うん、I did many projects、うん、many thinking and many concepts、うん、but after results、うん、nothing there's、うん、no real things happen、うん、exhibitionIt's exhibition, but、yeah. after exhibition, there's nothing. Exactly. So the work、mm. is different.、Mm. There's well, everything is working for、mm. something to happen.、Mm. So、mm. see this design become real product.、Mm. I feel like connected to the real world. So it was fun. But university's concept is also notwasted. After the real connection, I can imagine back university.、Mm. If this become real、mm. thing,、mm. Happen in the future. Mm. Mm. でも役に立ってるよね。Mm. じゃあ日本語話せんわけじゃん。あんまり。まあ最近ちょっと話せるな。でもこう言いたいことが伝わらんわけじゃん。どうな。わあ言いたいのにってなる。日本語が Sometimes I can use English, mm-hmm. but I'm not
satisfied with the speed.、Mm. Sometimes I want to say something、mm. and I want everyone to、mm. understand very quickly. So only Japanese can、mm. achieve. 確かにね、説明がいるよね。でもね、いいこともあるよ。そうよ。いいこともある。なんかね、日本語と日本語だったら、なんか言われた時にカチンってきたら反射的に返してしまうんだ。なんか例えばこうなんか神さんがわっあ言った時に私がすぐクイックリに返したとしたら、なんかすぐこうマインドとこうねすぐつながるじゃん。そしたらもうリフレクションで、ね、怒ったのをバッて言ってしまう。でも言葉がわからんかったら慎重に言葉を選ぶけん冷静になる。その間日本人に対してもそうせんといけんと思う最近すごく。うん、あと時々思うのは、うん、やっぱり本当に日本語分かったら空気読むようになると思う。やっぱりそれが今分からんけ空気が読めんけ、うん、まあなんかやってしまったりするじゃん、うん、やって怒られることもあるけど、うん、俺はやっぱりやって怒られるぐらいの方がやらんよりいい活躍できると思ったんよ、うん、そしたらそこがなくならないけどとは思うね、うん、なくならないの多分ちょっと最後に、うんはい、このビデオもしかしたら若い子らも見てくれよるかもわからんじゃん、はい、こう日本の若者を知らんかもわからんけど、はい、こう聖書的に、はい、もうちょっとこうやったら人生楽しいなるんじゃないみたいなことってなんかある。あ、まあ、積極的にやりたかったやって考えても進まん時ではあるじゃないですか、うん、もっとやりたかったらどんどん攻めていいんじゃないかなっていうのは、うん、でやっぱり行きたいところがあるんだったら諦めずにずっと、ただ俺らもこう長い付き合いだもん、うん、行動力はあるなとは思う、うん、そりゃね、うん、ただそれナチュラルにやっとんかな、頑張ってやっとんかな、どっちなんじゃろうなとか、まあ、頑張ってや、うん、やりたいことがあれば頑張ってやりますよ、うん、でそれやっぱり難しい時もあるし、うん、そういう時はやっぱり頑張るっていうか、うん、ちょっときつくても頑張るっていうのがありますよ、ね、若い人にアドバイスある？日本、うんうん、高校生とか言いたいことある、うんうん、言語を勉強しよう、別の言語、うん、勉強しとんよみんな勉強しとんだけど使うための言語じゃなくってテストのための英語なんだよね。でけん、使うのために使うために勉強した方がいいんだろうなと思う。Can I have different perspective? それ大事よね、うんうん、じゃあみー日本語喋れるようになったらなんかちょっと変わることあると思う？うん、変わる。いや、だってね、うん、ちょっとね、うん、スムーズにはなった、うん、やっぱり、あ、やるより、うん、全部近かったもんね、最初。あれに、その今の日本語、うん、スムーズになった。前はもっと遠かった、みんな。やっぱり、英語だけだったら、うん、まあでも、私らの英語力の上達にはつながらなかったそれ考えたら、英語でいいんだけどね。わかる。For study English to us, you can speak Japanese, it's better. そんな感じですか。 OK? OK. That's all?お疲れ様でした。まあ、みかね、他人と思ったら撮れる。そうそう、自分で撮る。うん。でも選手お疲れ、長い間。お疲れ様でした。言いたりんことない？いっぱいありますね。第2弾ですけど。第2弾。あれどうなったの？え？